魔界パンデモニウム。天界から落とされた元天使たちが働くその場所で、日々激務をこなすその実質的な主こそ、一般悪魔は言葉を交わすこともできない高みの存在、大悪魔ベルゼブブ。期待した未来の先。なんちゅう格好しとるんじゃ、ボケ！神の作りたもうた体のどこを恥じることがあります。そうきますか。こうやって押さえてれば、クマ。俺に関わるな。俺、お散歩ワンコじゃないんだけど。犬の方が賢いです。この高尚な趣味がわからないなんて哀れね。先輩、よし来たー。お座り。このお話は、彼女がある気持ちに名前をつけるまでのお話。ユリンはいい子ですね。かもしれない。テレビアニメベルゼブブ城のお気に召すまま、10月より放送スタート。